しぼく龍之介、モデルプレスイコール1月29日、俳優のしぼく龍之介が、au の新 CM、一色濃すぎ。高杉くんシリーズに出演。30日より、始まる編、2月1日より、カタログペンが、オンエア開始される。しぼく龍之介、松本ほか。新 CM シリーズの中心人物は、何事にも意識を高く持って取り組む、男子高校生、高杉くんを演じる新木と、そんな高杉くんの持つ切り囲い気が気になっている、同級生の松本さんを演じる松本実子を。高杉くんを中心に巻き起こる意識の高い日常に松本さんが意識濃すぎと感じつつ突っ込みを入れる独特の掛け合いが見どころ。始まる編はコーラス部でアベマリアを歌う高杉くんについて松本さんとその友人がこの曲のためにラテン語習ってんだって裸足で歌うんだってなどと噂話をし、実際に一人だけ裸足で歌っている、意識濃すぎな姿に驚かされるストーリー。気持ちの良い冬晴れの中、撮影に臨んだ新木は、ラテン語でアベマリアを歌うという難役に対して指導者が、驚くほど入り込んだ熱演を披露。歌唱の様子だけで、高杉くんらしさが存分に伝わる映像が撮影された。松本さんは、モダンダンス部。演じる松本は、モダンダンスをするのは初めてと緊張の面持ちだったが、モダンダンスならではのしなやかな動きなど、部活の動きを短時間で習得して演じた。カタログペンでは二人が初共演。最初の挨拶の際は、お互い少し緊張していた様子だったが、カメラが回り始めると、新木のアドリブも炸裂し、それに、松本が器用に対応。まるで本当の同級生かのような息の合った掛け合いが実現した。